ベトナムのフルーツが食べたい。さて、皆さん、今日の先生は僕だよ。わははは、は嘘だよ。今日の先生もノリコだよ。今回はベトナムの果物について勉強します。いっぱい果物が出てくるのでしっかり覚えてください。ちなみに私の好きな果物はチェリー、さくらんぼ、さくらんぼです。皆さん好きな果物出てくるかな。じゃあ早速始めます。まずはバンレイシ。バンレイシ、日本にはあまりありません。南国のフルーツですね。とっても美味しいですね。次はサボチェ。サボチェ、私初めて見ました。どんな味がするのかしら。次にスモモ。スモモは酸っぱいのと甘いの両方ありますね。私は甘い方が好き。あとはライチ。日本でライチは冷凍されているものが多いです。あとお酒になっているものも多いですね。さて、龍眼。写真がないぞ。龍眼、龍眼ってなんだ。あ、ヒントが載ってる。じゃあ皆さんこれを読んで当ててみてください。時間制限は5秒。5、4、3、2、1。正解発表します。皆さん想像してますか、龍眼何か。答え発表しますよ。ドゥルン、これでした。龍眼とっても甘いですよね。私も大好き。さて、ベトナムの果物もっと見ていきますよ。まずはパパイヤ。パパイヤは青いものと熟したオレンジ色のもの両方ありますよね。私は甘くなってるものが好きです。皆さんどうですか。あとザボン、これは日本でも見かけますね。大好き、果物大好き。あとはスターフルーツ、これも甘かったり酸っぱかったり星の形が可愛いですよね。他にもパラミツ。パラミツ食べてみたいな。美味しいの。美味しいですか。あ、そう、美味しいんだ。食べてみたい。あとはベキマ、すごく黄色いですね。初めて見ました。どんな味なのかしら。甘い、しょっぱい、苦い、コメントで教えて。さて次、グミ。酸っぱいのだとってなりますよね。うどんげ、うどんみたい、うどんみたい。うどんげ、緑色のフルーツ珍しいですね。あとは水レンブ、すごくみずみずしいシャキシャキしたフルーツですよね。あとはウースア、これも初めて見ました。どんな味なんだろう。日本であまり見かけません。あとはオレンジ。オレンジは世界中どこにでもありますね。私も大好き。他には今の季節に美味しいのがみかん。こたつでみかんは日本の冬の風物詩。続いてりんご。白雪姫でした。次はライム。噛むとしょっぱい、しょっぱいよ。ライムは酸っぱいです。ライムもお酒なんかによく入ってますね。次にレモン。レモンもライムと同じで酸っぱい、酸っぱいよ。次にパイナップル。パイナップル、私は干してあるものが好きです。ドライパイナップル、甘くて美味しいですね。さて次はなんだ。スイカ。大きなスイカ、夏いっぱい食べると体にもいいですね。
あとはメロン、これとっても甘いですよね。アボカド、アボカドは最近日本でもとっても有名、大人気です。特に女の人に人気がありますね、日本では。次にバナナ、バナナは甘くて柔らかい、ケーキなんかにしても美味しいよね。次チェリー、チェリーはパリッとした食感がちょっとあるよね。甘い、これも甘い、ジャムなんか美味しいですね。続いてマンゴー、マンゴーは甘くてすごく香りがいいので大好き。私の家族みんなマンゴーが好き。大きな種があったりしますね、ちょっと邪魔。あとは柿、日本でもいっぱい柿の木が生えてます。渋い柿もありますよね、渋柿。そういうのは干して乾かしてから食べます。次にドラゴンフルーツ、真っ赤な外の皮に中には黒いブツブツの実、ちょっと見た目でうんってなる人も多いと思いますが、とてもさっぱりしてますよね。私は大好き。次はきゅうり、緑の長いものですね。あとは桃、桃も甘くて美味しい。赤いピンクのものとか白いもの、黄色いものもありますね。さて次、梨、梨もジューシー、お水分がいっぱいで美味しいです。あとはランブータン、皮を剥くのがちょっと大変、ランブータン。あとはブドウ、ブドウも種類が豊富で、ワインもブドウからできてますよね。あとは果物の王様、ドリアン、ドリアンは人によっては臭い、臭いって言いますけど、私は甘くて美味しいと思う。あとはいちご、いちご、ショートケーキの上に乗ってるのもいちご。さて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 、あとはこれザクロ、ちっちゃい実がいっぱい詰まってるザクロ。あとはガックフルーツ、ベトナムではお米と合わせておこわにしますね。赤い色が特徴的なフルーツです。他にはヘチマ、こんな長くなっちゃうよね。他にもゴーヤ、とっても苦い、苦いけど体にはいい。あとはマンゴスチン、マンゴスチンは日本ではガム、マンゴスチン味のガムなんかもあります。ということでフルーツいっぱい見てきました。何種類あったかな。そんなに、まあ、さて皆さんの好きなフルーツ登場しましたか。私の好きなチェリーは出てきたよ。ゆはちゃんが、ゆはちゃんの好きなフルーツは何ですか。私が好きなフルーツはいちごです。いちご、さすが女の子。私はチェリーが好き、ゆはちゃんはいちごが好き。あなたは何が好きですか。コメントに残していってね。じゃあまたね、バイバイ、また来週、また明日、また今度、さようなら。ベトナムのフルーツが食べたい。絶対美味しいじゃん、ベトナムのフルーツ絶対美味しい、絶対美味しい。ベトナムの果物食べたい、絶対美味しいでしょ。だって美味しいって聞くもん。3月に食べに行くよ。みんなに会いに行くよ。